ジャケット。去年古着屋でミリタリージャケットを買った。夜家に帰ってよく見てみると、裏地にちょっとしたシミがあったので、なんだこりゃ気持ち悪いな。と思って洗おうと思い風呂場へと持って行った。 で、洗い始めた瞬間、ものすごい吐き気とめまいがして、気分が悪くなって、一旦ジャケットを洗うのをやめ、横になった。横になったら気分が良くなってきたので、置きっぱなしのジャケットを取りに、風呂場へ。ジャケットに触ろうとしたら、 後ろからものすごい力で突き飛ばされたような衝撃があった。むちゃくちゃ怖くなって、とりあえずジャケットをひっつかみ、ベランダへ干しに行った。すると目の前に知らない男が立っていて、こっちをものすごい顔で睨んでいた。 とにかくびっくりしてジャケットを放り出し部屋へと入った。家はマンションの5階なのでその男はどうやってあそこまで来たのかが未だに不明。なお、そのジャケットはまだ家にあります。一度も 来ていません。古着屋に聞いたら、売り主の友人のものだったとか、その人には連絡が取れないらしいとか、そういうことを聞かされた。本当か嘘かは微妙なところです。いまだにどこから聞こえてくるかわからないけど、 人の歩く音というか、飛び跳ねて、ドン、ドン、っていうような音と、ドアをカチャッと閉めるような音は、毎日のように聞こえます。最初は怖かったけど、もう慣れてしまいました。 コート何年か前古着屋さんでコートを試着した袖を通して着てみると意外に似合うような気がしたすると突然領事のコートを着ないでよという 女の声が聞こえた。驚いて、俺の目の前にあった鏡を見ると、俺の腰ぐらいのところに、女がしがみついていた。はっと驚いて、試着室から転げ出ると、店員さんが驚いて、俺の方を見た。 恥ずかしいとかそんなことはその時思いもしなかった。女が腰にしがみついてる方がびっくりしたから。もう一度腰をよく見てみると女はいなくなっていた。恐る恐る試着室のカーテンの中を覗いてもいなかった。 俺はコートを慌てて元のあったところに並べ直し、すぐその店を出た。しばらく怖かったけど、あの時以外、あの女は現れていない。俺はそれ以降、中古品が怖くなってしまって、古本さえも買えなくなってしまった。 お化けトンネル数年前の話お化けトンネルっていうのが近くにある夜中に友達三人と遊んでる時にそこへ今から行こうという話になった俺は数日前に行ったばかりだったので 気乗りはしなかったが、A と B が盛り上がっているので、仕方なく行くことに。やがて T 字路に差し掛かり、左へ行けば目的のお化けトンネル。しかし、若干霊感のある俺は、この T 字路を右に行ってすぐのところにある廃墟の方が、 いるっていうことに数日前に行った時に気づいていた。おそらくその廃墟は何かの会社だったんだろう。そんな感じに見えた。この時何か変な予感がした。なんとなくこの後起こることが予想できた。 A が運転していたんだけど、ほんとなんとなく、帰りは俺が運転しようって思った。特に A は一番ビビりだったから。お化けトンネルに着いたが、結局真っ暗なだけで何事もなく、 タバコを一本吸って、さあ帰ろっかな。ってことになった。俺は運転席に乗ろうとする A に、ああいいよ、帰りは俺が運転するから。と言った。すると A は、えなんでよ、まだ眠くねえし、俺大丈夫だけど。と言ったが、俺は、 いいよいいよなんか悪いからさと言って半ば無理やり運転を変わった少し車を走らせていたら車を追いかけてくる火の玉がルームミラーに映ったなんか電池切れかけの懐中電灯みたいな 弱い光。助手席の B は気づかなかったが、後部座席に乗っていたビビリの A は即座に気づいて大騒ぎした。は、早く、もっと飛ばして。俺は A がなぜそんなことを言うのか知っていたので、 黙って加速した。A が、後ろ後ろとか言うから、B も気づいて、飛ばせと騒いだ。例の T 字路が近くなった時、ブレーキをかけ減速する。ビビリの A は、 後部座席から俺の髪をわしづかみにして、お前マジ何やってんだよと反響乱。その瞬間、車の後ろをついてきていた光が、リアのガラスをすり抜けて、スーッと車の中を通って、フロントガラスをすり抜け、 車の前に出て消えた。B は、今の見た、生首だったよな。とか言っていたが、俺はよく見てなかったので、よくわからない。そのまま T 字路に差し掛かり、右に曲がって、来た道を帰った。 例の光、B が言うには生首が消えた少し先には廃墟があって、そこから信じられない数の例がこっちを見てるのが見えた。数日前に来た時は昼間だったので、その T 字路をまっすぐに行くと廃墟の目の前に、 結構深めに開いた穴があるのを知っていたんだよ。多分下水管の工事かなんかの。そこ田舎道だから封鎖とかしないで看板を立てただけでほったらかしになっていたんだ。落ちても死にはしなかっただろうけど車は ぶっ壊れていただろうなっていう感じの深さ。映画、車を運転していたら、きっと穴に落ちていただろうなって思う。 ゆする。朝の5時頃、俺は誰かに肩と腕をゆすられて目が覚めた。こんな時間になんだよ、と思って俺を掴んでる奴を見た。見た瞬間、凍りついた。 そこには真っ黒な人がいた。頭には目も口も鼻もなく、ただただ無言で俺を揺すり続けている。俺は反射的に腕と肩を振りほどこうとしたが、急に体が動かなくなった。 まぶたも閉じられない。そのため、俺はその真っ黒な人を見続けることになった。どれくらい経っただろう。ベッドの、よシよシっていう音が、部屋にこだまする。 すると、いきなり変化が起きた。今まで何もなかった顔に、三つ切れ込みが入り、目と口らしきものができた。目は、まつげなどはなく、眼球だけがこちらを見ている。口は、 笑っていた。白い歯を剥き出しにしながら、にたにたと笑っている。それでもまだ、俺を揺すっていた。眠っている人を起こすように。結局、 母が九時になって部屋の扉を開ける瞬間までその黒い人は俺を揺すり続けた。地獄のような数時間だった。腕と肩には少しあざが残っていたので夢ではない。一体、 何だったんだろう。今のところ、身内に不幸などはありません。得体の知れない者に、何時間も体を触られ、揺すられ続ける時の恐怖といったら、少なくとも、俺は、死ぬほど怖かった。 はい、どうも皆さんこんばんは。ごま団子です、えー。今日は怪談話を読ませていただきました、はいえー。最初のお話と2つ目のお話は古着の話でしたね。はいえー、まあやっぱりこういうお話を読むとやっぱり中古のものを買うっていうのは <laughs> ちょっと怖いなっていうふうに思ったりするんですけども、うん、まあね。 まあ古着自体はね、まあすごいエコなことだと思いますし、あとまあ安く買えるっていうのもあってね、まあそのおしゃれとかを楽しみたい人はね、あの、まあ、新品の服と同じ値段ぐらいでたくさんの服を買えるのでね、古着っていうのは、まあ、すごいあの、いいことだと思うんですけどもね。うん。まあただやっぱりそこがネックですよね。あの、どういう人が昔使ってたのかっていう <laughs>。 ねええー、ひょっとしたら遺品かもしれませんから、まあ、そういうことを考えるとやっぱりね、えー、ちょっと怖いなと、えー、僕なんかは思っちゃうんですけども <laughs>、えー、って思いましたうんなんか前にもなんかそういう中古品のお話を読ませていただいた時にこういう話をしたような気がしますけどねええー、まあよりそう思いましたねはい。 ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい。てなわけで、えー、本日もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとう。ありがとうございました。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録高評価ボタンをクリックよろしくお願いいたします。えー、あと、この動画の詳細欄の方に、僕の Twitter の URL、ゲーム実況のチャンネルの URL、そして僕らが運営している怪談投稿サイト、ホラホリックスクール、通称ホラホリのね、えー、URL も貼ってあります。その他にもいろいろ URL 貼ってありますので、良ければぜひ、えー、詳細欄の方をチェックしてみてください。 ということで、えー、じゃあまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。